マノッチです。栄冠やっていきましょう。おはようございます。はい、はい、今日秋の党大会2回戦ですね。前評判 C、昨日が前評判 B、まあ、総合戦力が C だったんですけども、勝ったんですよね、謎の魔物発動でナチュラルに発動してくれたから今日勝つよ。まあまあまあ、運も実力のうちですからね。もう勝ちましたから、ビシッと勝ちましたから。はい、コメント読んでいきます。8月21日、なんですけども、10日に止まってるんだよね俺がね。で、まあ、あの止まらなくていいっていう認識で進めてたのさ、これ変わってんのかい。なんかその前作からの仕様的なものっていうのは変わってんのかな。全くなんだろう、そのもう10日に止まっちゃえばもうその他いらねえみたいな感じで進めちゃったわ。ちなみに俺は積極打法はうまくハマってると思います。6年連続春夏甲子園出場、結構な大差で勝ってるので。そうなんだ。俺昨日積極一回も使ってないよね。使ってない、使ったら分かんねえや。俺はなんかあんまハマってないんだよな。1年目終わりましたけど合宿めっちゃ得の覚えました。公式戦2勝2敗でした。すごいね。そして2年目転生プロ2人引きました。今のところ結構うまくいってます。いいね。俺1年目公式戦0勝2敗だから、ね、まあ、ただただただ、まあまあ俺もプロ引きましたから、江川くんっていう怪物をね。動画とそれるけどスラムダンクの映画が三の編決まりましたがどう思いますか。いいね。豊玉とかどうなんのかな。だかそこも気になるけども、いいですね。三の編アニメになると最後の方どんな演出になるのか、いいですね。やっぱ三の編、三の戦面白いもんね。そういえばあのうち試合でのリセマラはしないの。したら勝てる試合もある気がする。しないですね。見たいかいそれを絶対見たくないでしょう。 それは俺がリセマラというか、まあ、するのはあれかな、メジャーじゃねえや、ドラフトでプロ入りしてそこに引っかかって、ポイントもらえるときにそこでまあリセマラですね、マラソンして、いっぱいお金をもらおうかなというぐらいですかね。今日勝てば、勝率はね5割に乗るんですよね。まあ別に勝率はぶっちゃけどうでもいいっちゃどうでもいいし、後に上がっていくもんだとも思ってるからあれだけど、勝ちたいね。地区大会かいこれ終わったら行きたい。秋出てみたいのよ俺やっぱり。じゃあ始まそう。秋は出たい。鴨川だな。うん、特に問題ないかな。はい、こんな感じでいきましょうか。よし、向こうのピッチャー高橋くん、なんかどっかのプロっぽい気もするな。向こうマネージャー男だわ。勝ったわ。三塁側坪木、観客に見送られて守りました。よし、さあ2回戦プレイボールです。打撃力半端ねえな。えい、ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生魔物引きましたよ。ここぞという時に使ってやっかんな。全然プロじゃなかったわ。いけそうだな、いけそうだな。うん、うわっダメだ俺はあれでもペナントの時俺も川越くん絶対打ってくんだもん。相性悪いもん。いいな、ここら辺の選手いいな。よし行こう、なんとかすっぞ。送りバントだ。
プレイボール。ナイスバン。いやまあしょうがないですね。よし。ナバチ。いや帰れないね。帰りはしないね。この後操作できるできない。鶴ちゃんなんとか言って。どまい。すごい出塁率だな。よし、究極の思考取っておきましょうか。転がしたい気分だ。どんまい。これでツーアウト。揺さぶるか。さあここは相手に揺さぶりをかけて。打ちました。打ちました。うわマジか。いやーここらでちょっと1点ぐらい取っとかないとまずかったんだよな。流れを作ること。大丈夫よ、強いだよ。初球を打ちました。抜いていった。バックホーム間に合うかどうか。2塁ランナーホームイン。札幌1点入りました。痛い失点ですな。まあファイト使いますか。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。最低でも1点よ。あっと引っ掛けた。野口取った。一塁送球。あっと送球それた。よし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 。どうしよっかな。転がすか送るか。江川くんって歩くはあんだよな。いやセンター返しがせめて2位あればな、迷わないんだけどな。流し、これはもうヒットになる未来が見えない。引っ張りかな。頼む、1点でいい。な、1点取れれば。西岡落下点に入った。掴んでこれで3アウトになります。はい、いや盛り上げるでよかったのかな。いやいい、大丈夫だ。ファイトも使う。調子を上げてくるか。外角1本押すか。いろいろ使えるな。いろいろ使ってっか。縦のよし。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。はい、初球打った。やばっち。中継。さあ行くぞ、魔物だ。鴨川。地方大会の魔物も顔を覗かせそうな場面です。バッターは2年生鶴岡。いいぞ。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。いやもうここお任せではないだろう。センター返しだ。いやどうしよう。うん、センター返しな。ピッチャー正面ゲッツーコースター。あっと弾いた。バックホーム間に合うか。最悪だ。坪木これは投げ頃。よし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 。何でもいい何でもいい何でもいい。坪木なおもチャンスが続き。先ほどヒットを放っている青田。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。頑張れ。来ました。さあピッチャー返し抜けた。ラッチセンターからサードへ。坪木さらに点を返しました。逆転まで行きたいな。
転がすかな。三振だけはダメ。三振。うわ痛いホームランだね。考えろよ。江川君に打たせよう。頑張れ。しました。ボールはレフトに飛んでいきます。取りました。これでワンアウト。きつい。ランナーはありません。右バッターボックス。ナイバッチ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 。足をいいバッティング。バッターは1年生クルエナ。代打。代打は灰原。さあラッキーボーイの本領。チャンスかい。いやまあ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 、まあ、大丈夫だ。打ったこれはいい。オッケー入れ。入っちまえ。ナイスホームラン。いいよ。素晴らしい。頑張れ。いや白崎マジやで。おおけ二塁行け二塁行け二塁行け。よし。逆転するぞ。ナイバッチ。レフトバックホーム。鴨川ナイスバッティングです。さあ鶴ちゃんここ打つしかないよ。まあ受けつながるな。ここ打つしかないよ。スクイズしねえよ。ナイバッチ。センターバックホーム。素敵。つぶき土壇場ここで勝ち越しました。つぶき貴重ない。引っ張り4。いやスクイズしたかったね。1か1はちょっと怖いな。うん転がすな。空振り三振。簡単に終わったな。よし。なんかすごい寂しい画面だなここね。こんな画面あんま見ねえな。はいプレイ。盛り上げる。今日2回目の伝令を送ります。監督からのメッセージ。励ます。使うか使っちゃうか。ひな構えとけよ。いつ出るか分かんねえぞ。インコース。よし。やっぱ打たれてんな。やっぱつらっと打たれてんな。だから高校では違うから。はい。あと一人。あと一人、頑張れ。よし。やったぜ。やったぜ。突破です。江川見事な完投勝利です。二回戦を見事勝利。ありがとうございました。まあ範囲はマネージャーですな。やりましたよ。チャンス E に下がった。あれ待って、もともと C だよね。そんな下がるの一気に。なんか打順いじりたい感じもするけどな。
今勝ってるからな、そこが実戦守備で。練習指示なんかある？地区大会直前まで進めたいな。カーブを上げたい量、やっぱまず150キロしたいんだよね。補給 D だな、まずはな。やっぱちょっと守備 C を欲しいですよね、二遊間ね。いいね、これはでかいね。地区大会出場決定。休もう休もう。はい、カラスマをどう成長させていくかだな。一応予定にあったオール D は今もうなっちゃったから。10月、まああって困らないものはなんだ、守備力とかになるのかな。守備 C いきますか。やっぱ内野 C 欲しいよね。本当にね、こうやってて思う、守備メインでいかないとしんどいね。何があって勃起した、怪しげな方見てます。はい、練習試合別にやる気ありません。はい、いやー秋始まるね、勝ちたいね。お、レブン水産前評判 C、 はい、いやあるぞあるぞ、分からんぞこんなもん。とりあえず1試合勝つぞ。サラリーマンですね。いや1か2引かねえかな、1がいいな。1 OK、 来たで、ならずって1を出してくれ。勉強だ、勉強いっぱいしよう。はい、いやーいいね、デカデカと乗ってるね。つぼみ秋の道大会初制覇やりましたよ。150キロ乗ってねえか。いいね、守備力を上げれるたいな。引かねえか練習指示引きたかったけども、はい、ということで明日は秋の地区大会1回戦レブン水産頑張りましょう。なんかあんのかよ、あれトーナメント表とかないんだね。
はい、では、終わりますか。終わりましょう。終わり、さよなら。Come